次どうぞ。もう次行こう。ツーパップさん、元気があれば何でもできる。私が日本人最強トレスラーとして自信を持って推薦するのが坂口誠二さん、そしてジャンボ鶴田さんです。強かったね。この二人ガチで強い。試合中に吹き出して笑ってしまうことがある。そんな強いのね。リングを降りれば二人とも温厚な人でいつもニコニコ、切れることはまずありません。ところがプロレスラーの仁義として絶対にやってはいけないことを、やられた時は切れました。ガチで強い二人が切れた試合を撮影したことがありますが、目つきと顔色が尋常ではありませんでした。それらの試合はテレビ中継できなかったので今は見ることはできません。これ坂口誠二さんって坂口さん のモデあのあれよ、役者のお父さん、あのね、坂口なんだっけ、あの健二さんのお父さん、はい、イケメンの、ね、確かに、あの本当に怖い人が本当に切れると、あ、優しい人が切れると怖いのか、うん、普段あんまり怒ったことがない人がね、あ、佐藤さんとかそうじゃないですか。俺そんな、どうした、怒るんですか。怒りますよ。どうやって、こら、切れますよ。切れるんですか。こらなんで可愛くこらじゃあうちのあの方はいつも切れてるんで、奥様そんな切れても、うん、まあいつものことだなって思うんですよ。切れ慣れしてるんですか。もう切れ慣れします。でも最強がやっぱ相当すごい時は顔がやっぱりカッとカサカサ、さっきの変わるんですね。ジャンパツルさん尋常ではない、変わります。目つきと顔色が、あ、やべえな、これ本当やべえなって思う時は多々あります。もう常に心休まらない、だから一人暮らしをしたいんです。七夕の願い事が一人暮らししたいです。この曲どうかしてるよ、短冊が。でも短冊にさとしさん書いてないからその願い叶わないよ。おい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 、早く書けない。おい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 、分かった分かった、じゃあ超でかい短冊に書くよ。1メートルぐらい、下引きずってるぐらいのもう短冊に書くよ。うん、